心の中の茨の森も今でも私は眠っている。16歳のまま変わらない白い香りの体とともに、私は自分の心をそこに残してきたのだから。大きなため息。それはそうだよ、しもこさんは余裕かもしれないけど。私だってこれから図書館に行くところよ。さっき見たもん、しもこさん優雅に雑誌でも読むような雰囲気で教科書めくってたじゃない。好きな授業だったからよ。はあ、お姉さまは普段からちゃんと授業を受けていれば試験勉強なんて必要ないって言うけど。幸子さまらしいわ。頑張ってね、ゆみさん。少しでも吉野さんや島子さんとの差を縮めないとな。お姉さまの立場だってあるんだし。私立リリアンジョ学園、マリア様に見守られた乙女の園は2学期の期末試験という試練を迎えていた。まるでクリスマスの浮ついた気分をいさめるかのように。でね、ロサギガンティアが。え、今の桂さん？本当にこの本がそうなの？そう、宮廷社のコスモス文庫。本当に書かれたのかしら。まさかあのロサギガンティアが。ロサギガンティア？その噂はひめやかに、だけど確実にリリアンジョ学園に広まっていた。白バラ事件、後にそう名付けられる出来事はこうして始まったのだった。マリア様が見てる茨の森。はあ、寒かった。なんかバラの館に来るの久しぶりだよね、吉野さん。ほんと、試験中は家に帰ってお勉強だから。ユミさん、今日のテストどうだった？ダメ、あの噂が気になっちゃって。まさかロサギガンティアが噂の主役なんてね。小説を書いたって本当なのかな。隠された過去を赤裸々に綴った告白本だよね。でもそれってロサギガンティアのイメージにどうしても合わないんだよね。イメージって？顔が日本人離れしていて、美術室の石膏像みたいなくせに、中身は中年親父で抱きつき魔。それでいて下級生からはえらく人気者な。言いたい放題ね。吉野さんの性格が最近映ってきたのかも。それは光栄だわ。でもね、これはレイジュ、お姉様から聞いたんだけど、昔のロサギガンティアは今と違ってすごくとっつきにくくてクールだったらしいの。嘘。詳しいことはよくわからないけど、去年のクリスマス前後に何かが起こって、それを境にすごく変わってしまった。信じられない。一体何が？ロサギガンティアの過去っていうのはタブーっていうのかな、あまり触れないようになっているみたいよ。少なくともお姉さま方の間では。ロサギガンティアの過去か。誰かいて。お姉さま。あら、ユミ、吉野ちゃんも。お久しぶりです、お姉さま。そうね。あ、そういえば今朝廊下ですれ違って。そうね、そうでした。それで、え、一体あなた方何をしようっていうの？は？帰ろうと思っていたら廊下で霊に呼び止められたのよ。それでバラの館に行くようにって。で、その霊様は？来たみたい。遅くなってごめん。すごい痩せよ、お姉様。ありがとう、吉野。霊、
どうして私がここに呼び出されたのか教えて。うん、ちょっと長くなるかもしれないからお茶でも飲みながらにしようか。やっぱりあの噂の？何なのそれ。そう、ロサギガンティアが。私もコスモス文庫は全部読んでいるわけじゃないから絶対とは言い切れないけど。コスモス文庫って言えばレイちゃんの愛読書なのに。それらしき話に覚えがないから多分新刊じゃないかと思うのよ。新刊っていつ出たの？今日、毎月16日発売だから。今日？お二人さん、待った待った。大学の購買部に行くつもりなら無駄だからね。ここに来る前に見てきたけど、それらしい本は売り切れてた。うん、じゃあ手がかりは今のところないんですね。それがね、ユミちゃん、はい、これチラシ？コスモス通信？そう、新刊案内とか作家の一口メモとかそういうのが紹介されてるの。はあ。だいたいタイトルもわからないのにどうやって噂の本を探すつもりだったの？ですよね。そこでコスモス通信が登場するわけ。ほら、新刊案内のところを見て。数行だけど小説の内容が紹介されてるでしょ。ユミ、なんて書いてあるの？あ、学園で過ごしたその数ヶ月は幻だったのだろうか。心の中の茨の森に生は全てを閉じ込めた期待の新人作家、衝撃の自伝的デビュー作。タイトルは茨の森、作者は菅生ですって。なるほどね。なるほどってどういうことですか？ユミ、ロサギガンティアの名前を言ってみて。確か佐藤聖。そうよ。あ、二人とも聖って言うんだ。でも名前が一緒なだけじゃ。菅聖、佐藤聖、菅聖、佐藤聖、菅聖、菅聖、菅聖。わかったわ。菅はきっとシュガーなのよ。だからシュガー星。ユミさん、シュガーって言ったら砂糖？砂糖って砂糖？そう、スガ星は砂糖星なのよ。でもそれだけで茨の森の作者がロサギガンティアだなんて。そうね、ちょっと勇み足気味だわ。噂をちゃんと確かめる必要があるんじゃなくて？って言われますと？悪いけどユミ、あなたは別のお店で購入してちょうだい。はい、家の近くにも本屋さんはありますから。茨の森か。本当にロサギガンティアなんでしょうか？違うんじゃない？何か根拠でも？別に。お姉様？やめておいた方がいいのかしら。え？やめるって何をですか？茨の森を読むの。せっかく残っていた最後の一冊を買ったのにですか？そうだけど、ロサギガンティアの過去を好奇心のみで掘り起こしているような気がしてきたのよ。はあ。あなたどう思って？どうって、お姉様に私の意見なんて。いいから言って。あの、私だったらということでよろしいでしょうか？もちろん。私だったら読みます。ロサギガンティアのことが好きですから。私も好きよ。でも好きだから暴いちゃいけない、守ってあげなきゃいけない、その気持ちはわかる。お姉様、さっきおっしゃったじゃないですか、ロサギガンティアは茨の森の作者じゃないって。それは。だったらさっさと読んでロサギガンティアじゃないっていう確証を持ちたいと思います。どう読んでもロサギガンティアのことが書かれていたらどうするの？その時は多分尊敬します。文庫にサインをしてもらうかもしれない。はあ。あの、お姉様？いいわ、あなたのそういうところ。私も見習おうかしら。そうね、読むだけ読んでそれから考えればいいことだし。あの、ユミ、
また明日。ごきげんよう。ごきげんよう。この感情は何だろう。私は自問した。答えは出ない。親友という言葉で片付けられるほど冷静な関係ではなく、けれど同性である以上、多分恋愛と呼べはしない。名前を持たない感情は毎日少しずつ膨らんで、ちっぽけなこの体の中では抑えきれなくなるほどその存在を主張するようになった。冷たいという感覚は、それが強くなると痛いという感覚と区別がつかなくなる。そして何も感じなくなる。私は繋いだ手がまだそこにあるのを確かめるため、右手に力を込めた。けれど感覚が麻痺した指先は、香りの手の手応えどころか、その指が確かにそこに存在していることさえ私に確信を与えてはくれなかった。やがて誠意が目覚めた時、しっかりつないでいたはずの香りの手はそこになかった。病院の白い天井を見つめながら、誠は自分自身より大切なものを失ってしまったことを知って号泣した。なんだ。茨の森は女子校を舞台に、セイとカオリ、二人の少女の出会いと別れを描いたものだった。一生離れたくないと願うセイだったが、カオリは高校卒業後に修道院に入ることが決まっていた。さらに親密化する二人を心配した大人たちによって、香りの転校話が進められていく。自分たちの将来に絶望し、大人を信じられなくなった二人は、クリスマスの夜、行き先のない旅に出る。天国で離れ離れにならないと信じて睡眠薬を飲むのだが、生だけが生き残って。はい、福沢です。ユミさん、ごめんなさい、夜分遅く。でも、なんだか誰かの意見が聞きたくなって。吉野さん？どうしたの？レイちゃんがね、この件から手を引くって。え？どういうこと？わからないわよ。小説は読んだみたいなんだけど。それで？読まなかったことにするって。噂についても、今後一切関わりたくないって。どうしてそんなことに。あ、何？ユミさん、本まで買ったのに幸子様もなんだか乗り気じゃなくなってた。幸子様まで。これって前にも聞いたタブーになってるロサギガンティアの過去が、少なくともレイちゃんや幸子様はあの主人公ロサギガンティアだと思った。だからあまり触れたくないのかもしれない。そうかもしれないね。うん。私たち、何しているんだろう。そうなんだ。私たちは、ロサギガンティアのことを何も知らない。過去も、今の気持ちも、何もかも。シマコさん、バラの館に行く前に、ロサギガンティアのところに寄らない？どうして？例の噂のこと、私直接聞こうと思って。それで私を誘うのはなぜ？だって島子さんのお姉様でしょ。ええ、もちろん。でもだからって私が由美さんと一緒に行くのが当然という考えはおかしいわ。でも気になるでしょ。いいえ、例様や幸子様は関わりたくないっておっしゃってるんでしょ。私もそれに近い意見よ。どうして？そういうスールだから。じゃあね、ユミさん。
スールの形はいろいろだと思うけど、ロサギガンティアとシモコさんってなんだか冷めてる。もしこれが幸子様だったら、私はあんなに冷静じゃ。三年富士組佐藤聖さん、至急生活指導室に来てください。繰り返します。ロサギガンティア。三年富士組佐藤聖さん、至急生活指導室に来てください。あれ、ユミちゃんも呼び出し？ロサギガンティア。そうなると呼び出し理由は不純同性交友かな。冗談言ってる場合じゃないですよ。へえ、もしかしてユミちゃんはこの背後霊たちが私に取り付いている理由知ってるの？背後霊って、これはすごい。新聞部部長の月山美奈子さんはもちろんのこと、1年生を中心にゾロ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 、みんな好奇心旺盛すぎだ。もしやロサギガンティア、ここ数日のいばらの森騒ぎをご存じないとか？いばらの森？佐藤聖さん、入りなさい。はい。じゃ、ゆみちゃん、また後でね。どうしてこんなことに。ゆみさん、聖様は？今、中に。そう。もしかしたら退学かもね。美奈子様、何言うんですか。退学って、小説を書いたくらいでそんなことあるわけないじゃないですか。うちの学校はアルバイト禁止よ。小説書いて原稿料なり印税なり手にしたら明らかに校則違反よね。まさかそんな。第一、まだロサギガンティアが書いたと決まったわけじゃ。そうですよ。それにもし噂が本当でも、アルバイトは原則禁止なだけで、ちゃんと許可もらえばやっていいことになってるはずです。もらってないからこその呼び出しじゃないの。ねえユミさん。え？情報提供してくれたら、リリアン河原版で署名活動を呼びかけてあげてもいいのよ。ロサギガンティアを退学にしないでくださいって。何も知りませんから。茨の森はロサギガンティアが書いたの？詰め寄らないでください。そんなこと言わないで。ねえ、私追い詰めてどうするんですか。ロサギガンティアが書いたの？違うの？本当に本当に何も知らないんですったら。ユミさん後ろ。ドア。なんでドアが。っていうか、どうして指導室側に開くの。っていうか、よりにもよってなぜにこの絶妙なタイミングで開くの。危ない。え、ユミちゃん結構重い。あ、ロサギガンティア、私。ごめん、これ以上支えられないから離れて。はい。生活指導室で抱き合ったまま崩れちゃまずい。ごめんなさい。いえ、学園長にシスター、学年主任、その他もろもろ偉い方々の注目の的になってる。お騒がせしました。失礼します。ほら、ゆみちゃん。失礼しました。みんな聞こえる？多分気になってしょうがないだろうから報告するけど、残念ながら茨の森を描いたのは私じゃないからね。ということで、今回はリリアン河原版にネタを提供できなくってごめんなさいね、月山美奈子さん。じゃ、行きましょうか。どこにですか？バラの館。多分みんな呼び出しの放送聞いて待ってると思うから。ロサキネンシスにロサフェティダ、サチコにシマコもお揃いで。いやー、暑いね外は。派手に呼び出されていたじゃない。個人的に呼ばれたことないから、ちょっと羨ましかったりして。それはどうも。どうぞ、お姉様。ありがとう。さてと、ちょっと報告させて。吉野ちゃんや由美ちゃんには話したことなんだけど、噂になってる小説の作者ね、あれ私じゃないから。以上。それが呼び出しの理由なの？それで？別に、私じゃないってはっきり言ったらあっさり解放された。
私自身現物を読んでないし、実際そういう噂が流れてること自体さっき知ったばっかだし。本当にあなたが書いたんじゃないのね。マリア様に誓って。わかったわ。もうこの話はおしまいにしましょう。いかがロサフェティダ。異議なしですわ、ロサキネンシス。そんなんでいいの？みんな気にならないのかな。私なんてあれもこれも聞きたいのに。それではクリスマスパーティーのことなんだけど。そうね。ああ、もう話題は完全にクリスマスになってるし、みんな噂に踊らされたりしないんだ。私ってミーハーで浅はかなんだな。落ち込む。お？ロサギガンティア、私を見て笑ってる。なんだろう。でもって手を広げて、銃？指でバッテンして。ダメ？いや、かける？もう一回銃で、銃かける銃、100で顔を指さしたら百面相。ユミちゃん、発言でもあるの？はい。いいえ、すみません。寝ぼけているんじゃないの？寝ぼけていたわけじゃ。こんな人のために悩んでいたなんて。ユミ。はい。あまり私を心配させないでね。しばらく会えなくなるんだから。え？しばらく会えないって？なんだろう、お姉様に会えなくなる？今まで考えたこともない。どういうことか後でちゃんと聞かなくっちゃ。 お姉様、一緒に帰り。ユミちゃん、ちょっと待った。どうしていちいち抱きつくんですか？幸子、この後ユミちゃん貸して。それは別に構いませんけど。大丈夫大丈夫、制服脱がせて遊んだりはしないから。ふざけたことをおっしゃるとお断りいたしましてよ。あの、キスっていうのもなしにしてもらえませんか？オーケー、残念だけど約束しましょう。レイ。はい。吉野ちゃん借りていい？吉野さえよければ。あっさり承諾しちゃっていいんですか？私が吉野ちゃんに対して老いたしないって分かってるからね。え？どうして私だけ？リアクションがいいからかな。あと、幸子の反応も楽しい。一粒で二度おいしいスール。ありがとう。合唱。私だけが悪い先輩の餌食か。大体、リリアの生徒なのに合唱はないと思う、合唱は。というわけで、後片付けは三人でやりますから。皆さん、どうぞお先に。わかったわ。じゃあ、あとはお願いね。ごきげんよう。何かお手伝いすることはございます？別にこれと言ってないけど。そうですか。それじゃあお先に失礼します。自分のお姉様が他の妹二人を指名してもいいのかな。私だったらそんなの嫌だけど。ユミさん、吉野さん、お姉様に付き合わせてごめんなさいね。ごきげんよう。ごきげんよう。あの、シマコさんが一緒だとダメなんですか？どうして？シマコが残りたいんなら構わないけど。あんな言い方じゃ残りたくても残れませんよ。なんだったら私が追いかけても。いいのよ。どうしてですか？シマコはたとえ残るなって言われても残りたければ自分の意思で残るような子だよ。大丈夫だから気にしないで。そういうものですか。それでお願いなんだけど、茨の森、今持ってたら貸してくれないかな？あ、はい。どうぞ、これです。ありがとう。あの、本を借りたかっただけですか？ちょっと待ってね。今読んでるってことは、やっぱり作者はロサギガンティアじゃないのかな？ってことだよね。なるほど。もう読んだんですか？まさか、触りだけだよ。
ようですか？まだよくわかんないけど、興味深いのは確かね。一部の人が書かれてるのが私のことだって思うのはわかるような気がする。え、それって本を貸してくれたお礼に、はい、ご褒美。名食堂のチケット？私はいらないから、二人で食べといで。そんな、二つのラーメンを三人で食べましょうよ。それより、今は文庫を読みたい気分。できればゆっくりラーメン食べてきてほしいな。つまり、私たちが邪魔なんですね。端的に言えば。文庫本だったら、一週間くらい無理しで貸しますよ。家に帰ったら、読みたくなくなるから。悪いけど、一時間くらい出かけてきて。なんだかな。でもこれで今までの謎が解けるなら。忘れてた、帰りに食堂の自販機で缶コーヒー買ってきて。一番背の低いブラックのホット。はい、お金。あっ、2階から投げないでください。君らの分も買ってきていいからね。よろしく。ロサギガンティアって計り知れないよね。うん、ウサギガンティアさ、何のために私たちを残したのかな。うん、茨の森を借りるだけなら、ユミさんがさっき言っていた通り家に持ち帰ればいいわけでしょ。そっか、家で読みたくないなら帰りの電車の中で読めばいいし、もし借りたままでいるのが気になるんだったら最初から本屋で買うんじゃないかしら。借りればタダだからじゃない？ロサギガンティアが文庫本一冊の値段を気にするとは思えないけど。じゃあさ、私たちが可愛いからラーメンおごってあげたくなったとか。ユミさん、脳みそ溶けてる。まだ時間あるね。もうちょっとゆっくり食べる？伸びるわよ。うん、なんか時間が長く感じる。おかえり。読んだよ、文庫。ロサギガンティア。ん？あ、いえ。気だるそうに笑ったロサギガンティアが、いつもと違うような気がしたんだけど。はい、コーヒーです。ありがとう。吉野ちゃんはカフェオレ？ええ、甘さ控えめの。私はユミさんほど甘党じゃありませんので。ということは、ユミちゃんは甘いやつ？ええ、まあ。こら、何買ってきたか見せなさい。うん、ちょっと。あはははは、何これ、缶入りシルコ。こんなものがこの世に存在するんだ。あるじゃないですか。ユミちゃんらしいな。いや、缶入りシルコなんてものがあるなんて勉強になったよ。どういたしまして。いい感してるかもしれない。は？私が書いたって言い出した人。でも違うんでしょ？もちろん、書いたのは私じゃない。去年のこと書いて人様に見せられるほどの強い精神力、私にはないよ。でもいい感っておっしゃいましたよね。だって似てるじゃない、私に。聞いていいよ。二人とも気になるでしょ？一年前に何があったのか。あの小説を書いたのが私ってことになった理由が名前のせいだけじゃないって薄々気づいてるよね。そんな顔見たくて言ったんじゃないんだけどな。話したくない部分は話さないけど、それでよければ知りたいことを教えてあげる。どうして？だって君たちだけが知らないの不公平でしょ。もしかして私たちを残したのって。手っ取り早く茨の森を読んじゃいたかったのもあるけどね。でも私たちだけって。じゃあ幸子たちも一緒だったらどうなるかな。きっと聞かせないと思います。うん、そうだろうね。みんなが話さないのは私のことを思いやってくれてるんだと思う。あれからもう一年も経っているのにね。
私さ、すごく仲がいい友達がいたのよ。それこそ親や兄弟より大切で、その人さえいれば他に何もいらないくらい本当に好きだった。将来はシスターになろうなんて考えてる純粋な人でね。でも去年のクリスマスにいなくなっちゃった。それじゃあまるっきり同じじゃないですか。まるっきりでもないよ。だからあの話を実話だと思われたらちょっと困る。私はその友達と一緒に旅に出たりしてないし、だから睡眠薬を一錠ずつ飲むなんてロマンチックな経験もしたことない。だけどいなくなったって。転校したんだよ。え、じゃあ生きているんですか、香織さん。なに、生きててがっかりしたの？ごめんなさい、あのラストシーンすごく感動しちゃったからつい。それにユミちゃん、香織じゃないよ。彼女の名前は久保しおり。ロサギガンティア、ご自分の過去を参考にした誰かが茨の森を描いたって思いますか？さあどうだろうね。作者が私じゃないってことだけは確かだけど。ということは自伝じゃないってこと？私をモデルにして誰かが描いたとしたらね。でも可能性のことを言うんだったら、この作者も偶然私と似たような体験をしていたってこともあるでしょ。ただの偶然にしては小説の舞台がリリアンジョ学園にそっくりすぎます。挨拶の仕方とか校内の描写とか、うちの生徒か関係者が書いたに違いありません。でも自伝的小説って宣伝だったんでしょ。吉野ちゃん、出版社は嘘つかないよ。自分のこと書きましたって作者が言ったら編集部の人は信用するんじゃないですか。この菅生って作家、これがデビュー作なんだし、プロフィールも載せてないんだし、バレるわけないって高をくくっているのかもしれませんよ。なるほど。なるほどって悔しくないんですか？ご自分のこと勝手に書かれて、そのために作者に間違われて、挙句の果ては生活指導室に呼び出し受けて。別に生活指導室は初めてじゃないから。そういうことを言ってるんじゃありません。吉野さん落ち着いて。ねえ吉野ちゃん、例えば吉野ちゃんが言うように誰かが私のことを参考に小説を書いたとしてよ、それってどうにもならないことじゃない？菅生捕まえてリリアン河原版にネタを提供しろっていうの？それとも取材費とか言って印税の何割か請求するの？私はただロサギガンティアが泣き寝入りするっていうのが我慢できないだけなんです。ありがとう吉野ちゃん。でも私にはこれといって被害はないよ。だからもういいんだ。でも吉野さんの気持ちなんとなくわかる。ロサギガンティアは気にしてないなんて言ってるけど、過去の触れられたくない記憶を掘り起こされて晒されてしまったことには変わらない。ダメージを受けてないなんて嘘に決まってる。でもそれを言っちゃいけないんだ。ユミちゃんどうかした？あ、いいえ、なんでも。私は大切な人にだけは分かってほしかったんだ、何が嘘で何が真実なのかをね。ロサギガンティア、今私たちのこと大切な人って言ってくれた。それだけですごく嬉しい。さて他に聞きたいことある？あの転校したお友達は今さあどうしてるかな。会いたいですか？会わない方がいいから。ロサギガンティアとその人に何があったのか知らないけれど、まだその人を好きなんだってことはわかる。好きだけど近くにいてはいけない、そんな関係もあるんだ。ユミちゃん本返すね。ありがとう。いえ、どういたしまして。ロサギガンティアって本当は炎のように激しい人なのかもしれない。だから好きな人を火傷させないように遠ざけて、
でも、そろそろ帰ろっか。あ、はい。会いたい人に会わない方がいいなんて。あまり私を心配させないでね。しばらく会えなくなるんだから。私はそんなこと絶対できない。好きな人を好きなだけ見ていられるって本当はすごく幸せなことなんだ。ユミ、なんか今す試験休みが始まって数日後、私は吉野さんに遊びに来ないかと誘われた。ロサギガンティアの一件がまだ気にかかっていたのもあったけど、自分のお姉様に会えなくなったことも大きい。幸子様は休みの間どこかに出かけてしまったのだ。じゃあ次は終業式にね。そんな一言を残して、私を残して、その間ずっと顔も見られないし声すらも。それで幸子様からは連絡があったの？ううん、毎日電話の前で待ってるのに。全然。自分からかければいいのに、お姉様なんだから。なんていうか勇気がなくて。ユミさんらしくもない。うん、この気持ちロサギガンティアも同じなのかな。ただいま。あ、おかえり。レイ様？え、ユミちゃん？ジーパン姿のレイ様もなかなかかっこいい。じゃなくて、レイ様と吉野さんって本当に近しい存在なんだ。いいなぁ。さて、これで全員揃ったということで。吉野、何を始めるの？私考えたんだけど、ロサギガンティアが菅星じゃないって証明するの、私たち三人で。へぇ。私ね、茨の森を描いたのが誰なのか、菅星が誰なのか、おおよその見当がついたの。本当？ユミちゃん、あんまり相手にしないであげて。レイちゃんは静かにしてて。ね、聞きたい？ユミさん。うん。菅星の正体、それはね、星様のことを何でも知っていて、一年前のクリスマスにどんなことが起こったのか一番よく知っている人。つまり久保しおりさんよ。え？じゃあ茨の森の姓はしおりさんで、香りがロサギガンティアなの？そうじゃなくて、しおりさんが姓様の立場になって自伝的小説を書いたってこと。そっか。笑ってる場合じゃないわよ。もしかしたらロサギガンティアはこのまま自分が書いたなんてことにしちゃうかもしれないんだから。どうして？本を読んだからよ。多分うすうす気づいてるんじゃないかな、しおりさんが書いたってことに。となればきっとしおりさんのことをかばうんじゃないかな。なるほど。でもさ、自分たちにとって触れられたくない過去なわけでしょ。しおりさんが書くかな？おそらくロサギガンティアもそのことは考えたと思うわ。でも確かめることはできない。会わない方がいいって言ってたもんね。それにしおりさんが書いてないとすれば、彼女もまたロサギガンティアが過去を明かしたと思うかもしれない。それって厳しいよね。会えないから誤解を解くこともできないわけだし。だから私たちが菅星の正体を突き止めてあげるのよ。動きたくても動けない二人に代わって。ねえ吉野、こそこそ犯人探しみたいな真似はやっぱり良くないよ。こそこそなんかじゃないもの。レイちゃんはロサギガンティアが心配じゃないの？そりゃ心配だけど。だったらじっとしてても何もならないじゃない。吉野、ほら菅星のプロフィール欄を見て。何も書いてないでしょ。正体を隠したがっている人の素顔を暴きたいなんて吉野は本気で思ってるの？暴くなんて言い方しなくても。だってその通りじゃない。そうじゃないもん、レイちゃんのバカ。レイ様、クッション投げるのやめなっていつも言ってるでしょ。そんなの知らないもん。吉野、いい加減にしな。せっかくユミちゃんが来てくれてるのに。別に見られたっていいじゃない。これが私たちのありのままの姿なんだから。知らなかった。吉野さんって完全な内弁慶だったんだ。もういい、
レイちゃんがその気なら私とユミさんの二人でやるもん。え？頑張ろうねユミさん。そう言われても。わかったよレイ様。二人だけだと何するかわからないからお目付け役が必要でしょ。ありがとうレイちゃん。それでどうするつもりなの？まずは電話してみようと思うの。電話？絶対に菅生の正体を知ってるところよ。レイちゃん、コスモスフレンドを持ってきてくれた？最初からそのつもりだったわけね。コスモスフレンド？コスモス編集部で隔月に出してる雑誌だよ。そういうこと。編集部に直接聞けばすぐにわかるじゃない。電話番号。あ、これね。あの、コスモス文庫の読者なんですけど、茨の森の作者についてお聞きしたいことがあって。あ、はい。あ、ええ。そうですか。ありがとうございました。どうだった？そういうお問い合わせには一切お答えできませんって。じゃあ、これ以上何もできないね。電話じゃらち開かないわ。編集部に直接行くわよ。来ちゃった。出版社のビルって結構大きいんだ。よしの、本当に入る気？アポ取れていないんだよ。行くしかないでしょ、ロサギガンティアのためですもの。ねえユミさん。さあ行くわよ。お忙しいところをどうもすみません。あ、佐々木よ。そしてこちらが春日さん。春日です、よろしくね。はい、ありがとうございます。でもびっくりしました、コスモス文庫の編集部の方にお会いできるなんて。しかも菅生先生の担当さんだったなんて。こっちこそ驚いたわよ。打ち合わせから戻ってみれば何やら受付で揉めてるじゃない。誠にお恥ずかしい限りで。最近の高校生はすごい行動力なのね。一般的な例ではないと思いますが。あなたたちがリリアン女学園の生徒さんだってことにも驚かされたけどね。え？スカートの裾は乱さぬように、それがリリアンのたしなみでしょ。受付のお姉さんに編集部の人に会わせてくれって食ってかかる様子からは想像できなかったから。でも今度のことは例外中の例外よ。春日さんが少し話を聞いてあげたらとおっしゃってくれたおかげ。はい、本当に感謝しています。時間もないことだし、そろそろ本題に入ったら。そうね、茨の森を書いた菅生先生のことについてだったかしら。でも私も編集部の人間だし、作家の秘密は教えられないわよ。事情は先ほどお話しした通りです。うん、先輩の無実を証明したいだけで、興味本位で菅生の正体を調べようとしているわけじゃないってことね。はい、お願いします。噂だけが先走っちゃって、このままじゃあんまりなんです。お願いします、助けてあげてください。佐藤清さんって方、いいお友達をいっぱい持ってらっしゃるのね。はい、とっても素敵な方ですから。ちょっと待ってください。今佐藤清さんとはっきりおっしゃいましたね。私たちここに来てから一言も佐藤清なんて言っていませんけど。そういえば。確かに。リリアン女学園のロサギガンティア、佐藤清さんの名前を知らない人間はコスモス編集部にはいないわ。どういうことですか？ 4,5 日前からコスモス編集部に菅生の本名は佐藤清かって電話がたくさんかかってきてるのよ。私たちだけじゃないんだ。さっきもその話で持ちきりだったのよ。その佐藤清さんが生徒たちの噂に巻き込まれて大変なんです。いや、本人は大丈夫さなんて言ってるけど、このままじゃ。そう、このまま騒ぎが大きくなっていったらきっと学校側だって放っておかないだろうし。ああ、それなら大丈夫。この件に関しては学校側もすでに承知しているはずよ。茨の森の作者が佐藤清ではないってことはね。
リリアン女学園が正式に紹介してきたんですか？いいえ、違うのよ。それがね、春日さん。あら、行ってもいいでしょ。仕方ありませんね。三人ともいい？これから聞く話は絶対にオフレコよ。はい。それがね、昨日ある人物からコスモス編集部に問い合わせの電話があったんですって。ある人物？ええ、それが誰なのかは今は伏せておきましょう。その人物はね、佐藤清以外の名前を挙げて、それが菅清の本名ではないかって尋ねてきたの。コスモス編集部はその名前を聞いて驚いたわ。どうしてだかわかる？菅清先生の本名だったんですね。その通りよ。そして問い合わせてきた人物の正体を知ってもっと驚いた。茨の森のもう一人の主人公だったとか。大正解。書かれていることが自分のことだって分かって、音信不通となっていた友人の連絡先が知りたくて連絡してきたの。電話してきたある人物こそロサギガンティア。やはり菅生先生とは久保しおりさんですね。え、誰それ？久保しおりさんってどなた？ちょっと待ってください。久保しおりという名前を編集部の方がご存じないということは、佐藤清さんは茨の森とは何一つ関係ないということですか？そうよ。でも学校側はロサギガンティアの無実を知っているということは。そうだわ。編集部に連絡してきたある人物はリリアン女学園の内部にいるのよ。だからこそロサギガンティアが無実だと知っているんだわ。やはり茨の森はリリアン女学園を舞台にした物語なのよ。ちょっと待って、それは変だ。その編集部に電話してきたある人物は茨の森の香織さんなんでしょ？だったらそれって小説の結末と矛盾する。あ、そっか。小説では生がリリアンに残って香織が消えたことになっているものね。でも実際は生ではなく香織がリリアンに残っている。じゃあリリアンにいたはずの生はどこに行ってしまったのかしら。あらあら、どうしたの？もうお手上げかしら？そこにいるはずのセイがいない。そして今は香り。わかったわ。え？タイムマシンよ。それだ。どういうこと？時代がものすごく違うんだわ。小説の結末の時点ではセイは確かに学園にいたけどやがて卒業する。一方の香りは自らの志した道を進み、やがてシスターに。茨の森はここ 4,5 年程度の昔ではなく、もっともっと昔の話。それこそ噂も残らないくらいの遠い昔の話なんだわ。タイムマシーン。なるほど、その通りかもしれない。そうなるとみんなが忘れてしまうほどの大昔って10年、20年、いやもっとか。だったら今はもういくつぐらいに。あ、お嬢さん二人はもう分かったよね。はい。レイ様、吉野さん、タイムマシーンって何のこと？生徒香織は過去とか未来に逃避行しちゃったの？もう一人のお友達が悩んでいるわよ。教えて差し上げたら。ユミさん、周りをよく見て。周り？レイ様に吉野さん、編集の佐々木さんに、それと春日さん。あれ、このおばあちゃん誰なんだろう。すごく事情通だけど編集部の人じゃないって聞いてるし。まさか。正解よ。私が菅聖子と春日聖子です。ご愛読どうもありがとう。あれはね、新聞沙汰になるほどの事件だったの。だけど皮肉なものね、戦争のおかげで忘れ去られていったわ。
あの冬の日、香織、いいえ、沙織と二人手をつないで森に入った遠い昔のこと。凍えるほど寒かったけれど、沙織の白い手はとても暖かかった。そして一粒ずつ睡眠薬を口に入れたの。そのまま永遠に結ばれるんだって信じていたわ。沙織が生きていることは昨日連絡を受けるまで知らなかった。新聞には一人死亡、一人重体と書いてあったから。何十年もの間、お互いに相手が死んだのだと信じていたのよ。でも、どうして菅生のプロフィールを秘密にしたんですか？こんなおばあちゃんが少女小説書いてるなんて、夢を壊しちゃうでしょ。そんなことないです。ありがとう。でもそれだけが理由じゃないの。この事件は当時私の周囲にいた人たちにとっても決して心よい話ではないわ。だからあえてプロフィールを隠したんだけど、でもそのせいで佐藤清さんには大変な迷惑をかけてしまったよね。申し訳ないことをしたわ。でもきっとロサギガンティアは分かってくださいます。だってロサギガンティアも春日さんと同じ気持ちだと思うから。ありがとう、ユミさん。そうだわ、春日さん。茨の森の続編を書きましょう。ある日、死んだと思っていた香織から連絡があるんです。そこから話が始まるっていう感じで。ああ、そうね。でも現実の方が追いつかないわ。今度ね、沙織に会いに行くの。クリスマスイブに。何十年も前に離れ離れになった二人が、イブの日に再会するなんて素敵。ここまでちゃんと生きてきたから、神様がプレゼントをくださったのかもしれないわね。大好きな人と何十年も離れ離れになるって、どんな気持ちなんだろう。もし私とお姉様だったら。明日から冬休みね。うん。ユミさんは試験どうだったの？聞かないで。いろいろあったから？それとはあまり関係ないと思う。人の噂も75日、リリアンジュ学園を騒がせた白原事件も、試験が終わった頃にはすっかり収まりかけていた。ロサギガンティアが1年生たちにきっぱり否定したのが良かったのか、コスモス編集部の対応に納得したのか。とにかく生徒たちの間でロサギガンティアの話題は取り上げられなくなっている。さあ、みんな待ってるわ。早く行きましょう。あ、うん。これ一体何なんですか？何ってクリスマスパーティーでしょ。それはわかりますけど、この飾り付けは。ユミちゃん、パーティーの相談してた時ぼんやりしてたもんね。このブシドノエル、レイ様が作ったんですか？なかなかでしょ。はい。ユミちゃん、どう？これ似合う？すごいと思います。その頭にかぶってらっしゃる銀色の王冠、手作りなんですか？画用紙にホイルを巻いただけでもそれらしく見えるでしょ。はあ。そう、せっかくのクリスマスなんだから、みんな揃って楽しくやらないとね。みんな揃って。そういえばお姉様はどこに？何キョロキョロしてるの？何かお手伝いすることありますか？お仕事欲しいの？え？だったらちょうどいい仕事ありますぜ。ロサギガンティア、どこの人ですか？いいからいいから、おとなしくお姉さんといいところに行こうね。どこへ？いいからいいから。遅くならないようにね。いってらっしゃい。うん。シマ子さん、自分のお姉様にはちゃんと首輪つけてつないでおいてよ。君の使命は私と一緒に速やかにカメラちゃんを探すことだ。カメラちゃんって？
竹島つた子さん見つけてどうするんですか？カメラちゃんを探すのに理由は一つ。パーティーのカメラマンにするつもりですね。人聞きが悪いな。パーティーに招待するだけでしょ。カメラ持ち込みかってことで、本人涙流して喜ぶよ。あら、あなた。え、春日さん。お久しぶり。その節はお世話になりました。由美ちゃん、お知り合い？こちら春日さんっておっしゃって、リリアンの卒業生で、どこまで話していいの？後輩がお世話になりましたそうで、佐藤聖と申します。佐藤聖さん？そう、あなたが。そうだ、よろしければこれからバラの館にいらっしゃいませんか？仲間内ですけど、クリスマスのパーティーを開くんですよ。ありがとう。だけどこれから大切な人と会うことになっているの、お気持ちだけ受け取っておくわ。そうですか。ねえ。はい。久しぶりのリリアンだから、校内で迷子にならないように道案内してくれないかしら。いいですよ。どちらまでご案内いたしましょうか？学園長室までお願い。わかりました。というわけだから、ユミちゃん、カメラちゃんのこと頼んだよ。はい。どうぞ、こちらです。ありがとう。じゃあまたね、ユミさん。なんか不思議な感じ。菅聖子と春日聖子さんとロサギガンティアの佐藤聖様が一緒にリリアンの中を歩いているなんて。茨の森でつながったタイムマシンが今ここにある。そっか、春日さん、大切な人に会いに来たんだ。あれ、ちょっと待って、大切な人に会いに来たのに学園長室？どうして？今度ね、沙織に会いに行くの、クリスマスイブに。そうだ、春日さんは今日沙織さんに会う約束だったはず。学園長室までお願い。確か学園長の名前ってシスター上村？そうだ、上村沙織。ユミ、お姉様、お久しぶり。元気にしていて。はい。どうしたの？鳩が豆鉄砲を受けたような顔して。いえ、お久しぶりです。お久しぶり。こんなところで何をしているの？つた子さんを探してて。竹島つた子さんならスキップしながらバラの館に向かっていたわよ。さすがつた子さん。ちょうどよかったわ。一緒にバラの館に行きましょう。はい。こうして歩くのも久しぶりね。はい。なんかもうやっとお姉様に会えたのに、私ったらはいはいばかりで情けないな。ねえユミ。はい。どうしているか気になってはいたのだけれど、無茶なことしてはいなかったでしょうね。信用していないわけではないのよ。え？信用していても会えない間は妹のことを心配してしまうものなの。特に今回は父の仕事の都合で日本にいなかったから。日本に？え？フランスに行っていたのよ。フランスですか？そんな、新宿に行ってたような言い方で。でもそっか、お姉様は日本にいなかったのか。だったら休みの間一度も会えなかったのは当然で、一人で寂しがったり拗ねたりしてバカみたい。あ、そうだわ。え？忘れないうちに。はい、これフランスのお土産ですか？クリスマスプレゼントでしょ。え？開けてごらんなさい。これってお姉様がいつも使っているのとお揃いのハンカチ。使ってくれるでしょ。ありがとうございます。でも私何も用意していなくて。いいのよ、私がユミに渡したかっただけだから。でもあなたが気にするのなら、
そうね、代わりにこれをいただいていい？私のリボン。お姉様は私の髪からほどいたリボンで自分の髪を束ねて微笑んだ。私にも似合って。はい、お姉様。大げさよ。大げさなんてそんなことない。好きな人がそばにいてその人のことを好きなだけ見ていられるってなんて幸せなことなんだろう。世界中の人々が幸せにこの日を迎えられますように。メリークリスマス、ユミ。メリークリスマス。ドラマ CD 今野由紀原作、マリア様が見てる、茨の森、福沢由美、上田かな、小笠原幸子、伊藤美希、水野陽子、篠原恵美、佐藤聖、豊口恵、鳥居恵理子、信為仁美、長谷倉玲、伊藤静香、東堂志麻子、野戸真美子、島津吉野、池澤春菜、桂、下谷のり子、月山美奈子、海田優子、女生徒、中川明子、佐々木、樋口あかり、春日聖子、宮寺智子。